桃太郎には一個ちょっと揃えたくなっちゃいますね。エアリティだったり妖怪みたいなの説明が書いてありますね、うん、この子たちが並んでるのがすごい熱いですね。元気もりもりもりちゃんです。バンマニジョリクリックです。いつでもフルスロットルうつぐみんです。今日紹介するのはこちら、妖怪 S メダル燃えろ炎の妖怪合戦です。妖怪 S メダルシリーズに第3弾が登場しました。いやー嬉しい。前回 の、 あの第2弾紹介した時も、うん、吹雪姫だったり、うん、引きこもりだったり、私の大好きな妖怪がラインナップされてたから、はい、ちょっと今回も気になりますね。今回もいろんな妖怪がねラインナップされてるので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。嬉しいです。今日はですね、妖怪 S メダルを紹介するんですが、実はね、つぐみんって妖怪 S メダル初めてですもんね、はい、初めてなんですよ、まだ遊んだことないので、うん、いいなと思いながらいつも見てたんですよ。うん、今日はですね、そんなつぐみんもいるので、はい、妖怪 S メダルについて軽くおさらい。妖怪 S メダルとは、別売りのデラックス妖怪ウォッチゼロ式タイプ S と連動するほか、スマートフォンと連動して妖怪メダルランドと連動して遊ぶことができるアイテムとなっております。スマートフォンと連動するってめちゃめちゃ進化してないですか？うん、そうなんですよ。スマホでさ、妖怪の召喚音とかも聞けるから、うん、めっちゃ楽しいんだよね、うん、今回もね、どんな妖怪が出るか楽しみですよね。それでは早速やっていこう。バンマニ今回は神経柄2種、復刻絵柄26種の全28種類となっております。ラインナップは S レア2種、レア9種、ノーマル17種となっております。おー、それぞれどんな妖怪が入ってるか気になりますね。うん、では1パックに2枚メダルが入っているので早速開封していきましょう。はい、1人1パックずつ用意してもらいましたので、はい、よかったらどうぞ。おー、いやー真ん中に座ってるから真ん中で、あじゃあ、はい、こっちに座ってるからこれで、はい、じゃあ私はこれですね、はい、席順になりました。まあやっぱり狙うとしたら S レアですよね。そうっすね。せーの、ドン、えい、何が入ってるかな。おーと、おー、待って、おー、よし、じゃあ見せていきます。はいはい、私はですね、不気味族のミトベンとプリチー族のサルニャンが出ました。ミトベンはちょっと懐かしい感じしますよね。3人組の妖怪でおなじみの妖怪ですよね。洋風な見た目になってる妖怪で可愛いですよね。そしてサルニャンです。今回のね、妖怪 S メダルのそのパックのところに桃太郎ニャンがデザインされてたのでいるかなと思ったんですけど、サルニャンが出たってことはきっとキジニャンだったり犬ニャンもラインナップされてると思うので、桃太郎ニャン1個ちょっと揃えたくなっちゃいますね。はい、僕はかっこいい妖怪が2体出ました。まずこの1枚目は光オロチですね。レアがいきなり出ましたよ。めちゃくちゃ輝いております。そしてね、光オロチ自身も輝いております。まばゆい光を浴びた妖怪ということで非常にかっこいい見た目をしております。続いて赤鬼ですね。これもね、僕ゲームで当時遊んでて印象深い妖怪となっております。このね、コンボを振り回してるイラストがね非常に迫力がありますね。音声も気になるな。はい、私はモテマクールと占いのメダルが出ました。こちらの占いの方はレアのメダルということで、このホログラムがキラキラ輝いて綺麗ですね。周りのこの黒いメダルの枠のところもラメが入っていますね。中央にはジバニャンが描かれていて、片足を上げてすごく楽しそうなポーズをとっています。大吉、中吉、小吉という文字も入っています。こちらの占いのメダルは S メダル限定のメダルとなっているので、皆さんぜひゲットしてください。そしてもう一つのモテマクールの方のメダルは自称イケメンということで、すごく自信満々な表情をしていますね。たくさんハートを打ちまくってモテたいっていう意志が伝わってきますね。全体的にピンクですごく可愛らしいメダルになっています。バンマニでは今からスマートフォンと連動させて妖怪メダルランドで遊んでいきたいと思います。妖怪 S メダルの裏面にある QR コードを登録することで妖怪メダルランドで遊ぶことができちゃいます。ではですね、早速登録をやっていきたいと思います。ちょっとまずつぐみんから、はい、ゲームメダルからちょっと登録していきますか。そうですね、はい、占いのメダル、はい、読み込みます。
はい、読み込みました。あ、おはい、登録ができました。ポイントも獲得しましたよ、うん、では他の妖怪メダルも登録していきましょう。はい、6枚登録完了しました。読み込んだ妖怪 S メダルは妖怪大辞典で見ることができるので、早速見ていきましょう。では見ていきましょう。こう押して、お、いろんな種族が出てきましたね。おお、いいですね、はい、持ってるね S メダルはカラーになるのがね、一目でわかるよね。そうなんです。ちょっとゲームメダルまでいきますよ。あった、ジバニャン妖怪占い、これを押して、はい、登録ができております。レアリティだったり妖怪メダルの説明が書いてありますね。うん、やっぱ妖怪メダランドといえば召喚音声だよね。そうなんです、うん、早速聞いていきますか、うん、妖怪するにゃん。はい、このような音声が鳴ります。ゲームメダルはデラックス妖怪ウォッチゼロ式タイプ S にセットすることで最後まで音声を聞くことができるので、メダルをセットして試してみてください。では他のもやっていきますか。どの音声にしよう。ちょっとこれいいですか、ね、じゃあこれにします。では召喚音を聞いていきますか。Ladies and gentlemen, 勇ましい族。勇ましい族。光オロチ。おー、こんな感じで召喚音をフルで聞くことができちゃいます。ねえ、この光オロチのちゃんと声まで聞けるから嬉しいよね。これは本当嬉しいです。うん。うん、また妖怪 S メダル登録でレア度に応じたポイントが貯まります。貯めたポイントを使って超レアなレジェンドメダルがゲットできちゃうキャンペーンにチャレンジすることができちゃいます。7月14日からはテンスアニバーサリーめでたい、7月15日からシュラコマをゲットすることができます。バンマニ。では改めて妖怪 S メダルを見ていきます。全28章並べております。すごいね。やっぱ復刻版はね、すごいなんか懐かしい気持ちになるよね。いや、そうだよね。まあなんといっても S レアですよ、うん、皆さん。ここの2枚、はい、はい、これが S レアで、これがめでたいで、桃太郎にゃんですね。いやー、輝き半端ないっすね。でもコマさんだけじゃなくって、実はコマさんの後ろにたくさんの妖怪がねデザインされているメダルになっていて、さっき私がねこう出した認めんだったり、他にもいっぱいいてね、今回のラインナップの妖怪が描かれてるんですね。そうなんです、めちゃくちゃ豪華な S メダルになっております、うん、さらに桃太郎にゃんですよ。はい、さっきあの猿にゃん出したので、私も桃太郎にゃん一行を集めるぞっていう意欲に駆られておりますので確かにそうだね。ちょっと S レアだからなかなか手に入りづらいかなと思うんだけど、たくさんね開封してゲットしたいなって思ってます。チョウミンとかリックは他に気になるやつある？いや、私はやっぱりこの一番下の段に並んでるこのおなじみの妖怪たち、うん、この子たちが並んでるのがすごい熱いですね。特にこのコマジロー、コマさんの弟ということで、都会が苦手なコマさんとは反対に、うん、まあ、都会慣れしてるコマジローじゃないですか、うん、だからこのビルに囲まれてちょっと楽しそうな感じ、可愛、うん、いなと思って、このメダルすごい好きですね。いいですよね、可愛いよね、はい、僕はですね、なんといってもこのゲームメダルですよ。前回もねゲームメダル面白かったんですけど、今回は占いということで、これさ、イラストにも書かれてる大吉、うん、中吉、小吉ってあるじゃん、うん、これのどれかが出たりするのかな。まあ、確かに今までじゃんけんとかさ、あっち向いてほいとか、うん、本当に楽しかったから、うん、ちょっと今回のゲームメダルも期待ですね。そうですね。では今からこちらにあるデラックス妖怪ウォッチゼロ式タイプ S と連動させていきたいと思います。好きなの選んじゃっていいんですか？はい、もちろんです。じゃあ、私本当に桃太郎にゃん好きなので桃太郎にゃんお願いします。あ、じゃあまず1枚目は桃太郎にゃん。はい、2枚目はさ、つぐみ決めていいよ。いいんですか、うん、じゃあめでたいがいいです。おー、めでたい。はい、じゃあ僕のさっき紹介したねゲームメダルの占いを連動させていきます。今日はこの3枚で遊んでいきます。召喚の構え。
バンダイマニア。今日は妖怪 S メダル燃えろ炎の妖怪合戦を紹介しました。はい、たくさん遊んでいきましたね。うん、やっぱ開封も楽しいんだけど、うん、やっぱメダランドに登録して、はい、この妖怪大辞典でこれも集まったこれも集まったってこうやって見るのがやっぱね、最高というか至福の時なんですよ。そうですね、しかもさ、うん、音声鳴るじゃん、召喚の時の音声、あれがいいんですよ。そう、どこでも聞けるからね。そうなんです、スマートフォンで手軽に聞けちゃうっていうのがね、うん、めちゃくちゃありがたいです。うん、私このウォッチで遊ぶこと自体がもう初めてなんですけど、うん、まずこのメダル入れた時に、うん、あの召喚の構えって言ってなんか音楽鳴るじゃないですか、うん、もうその時点でもうテンション上がっちゃって、いろんなメダルによって音声が変わるっていうのが、うん、他の音声全部聞きたくなりましたね。確かに、そうなんだよね。ぜひ皆さんもこちらをゲットして、たくさんのメダルを集めて遊んでみてください。妖怪メダランドで妖怪 S メダルを読み込んでレジェンドメダルに応募できる妖怪ポイントで当てようキャンペーン第3弾も開催中です。妖怪 S メダル燃えろ炎の妖怪合戦は7月15日より発売中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。